眼科医の平松です。今日は爪の運動って緑内障にとってどうなのっていう質問についてお答えしようと思います。いただいた質問はゆうたさんかなからの質問で、車椅子マラソンってどうなんでしょうかっていうご質問なんですけれども、車椅子マラソンっていうのは、車椅子やるマラソンで、結構ハードめな運動、調べた範囲だとって感じなんで、きつめ運動って思っていただけるといいと思います。それと同じように、通常のマラソンであったりとか、トライアスロンであったりとか、ハードめの運動もありますよね。一方で軽いジョギングとか、こういうソフトめな運動があって、それぞれ、いい点悪い点があって、ある程度やっぱ運動を負荷をかけていくことは体にとっていいことでもあるので、健康全般というか、そういうのにいいんで、緑内障進行にもある程度いいです。ただしこれ U 字曲線を描くって言って、あんまり運動してないと良くない、ある程度するといい、やりすぎは良くない、こんな感じのイメージなんですね。なので、ほどほどのところに運動量を保っていただくのが一番いいかなっていうふうに思っていただければと思います。じゃあ絶対運動を抑えるかっていうと、今回の方もそうなんですけど、比較的安定していて運動もすでに行っている方は、そこまで気にしなくていいかなと思います。すごく末期で、かつどんどん悪くなっている場合だけ、ちょっと注意していただければなと思います。心配な方の場合は運動前後で眼圧を測ったりとか、そういうのも一つの方法だって思っていただけると幸いです。こんな感じで、ちょっとした疑問質問を答えていくんで、よろしければコメント欄に書いていただければと思います。